ないでよ。ここは暑いわね。ああもう汗だくだく。まあそりゃ火山だからね。火山って言っても噴火口はもっと上でしょ。だったらもうちょっと涼しくても。確かに噴火口は上だけど、地下にもマグマが溜まってるんじゃないかな。その熱がここまで伝わってきてるんだと思う。地熱ってやつだね。はあ、地熱、地下。ってことはさ、話に聞くあれはないのかな。あれ？あれってなんだよ。温泉よ温泉。暖かい泉、地面から湧くお湯、天然のお風呂。汗を流せるし体にもいいんでしょ。あ、ちなみに覗いたら容赦なく爆弾投げるから。そういうことは見つけてから言え。てか鼻から考えちゃいねえよ。もし見つけてもここは魔物も出るし、ゆっくり使ってる時間はないんじゃないかな。そう言われるとまあ仕方ない。探索を進めるとしましょう。温泉やっぱりないのかな。あ、クラウディア何か言った？あ、ううん、先に進もうみんな。毒があるかも。よし、あった。取れたよ。何の植物かよくわからないけど。やあ、これ毒があるんだよね。怖いけど必要なら取らないとね。行きます。せい。まだまだ。
力強く一気に連射。この調子で頑張ろう。これなら余裕だね。行くよ。それ。おや。行くよ。行きます。ライザ、頼んだ。ライザ、一緒に。おや。行きます。光の雨だよ。行きます。調子で頑張ろう。何か爆発するものを作れば便利そうじゃない？よーいしょ。剣の腕を磨くいい機会だ。余裕だね。おや。行くよ。行きます。それ。おや。おや。それ。行きます。ええ。ライザ、一緒に。それ。おや。行くよ。行くよ。行きます。優雅に行くよ。あ、おらおら。もう終わりかよ。よいしょ。よいしょ。これなら余裕だね。おや。行くよ。行きます。行きます。行くよ。おや。それ。また行きます。
ライザ、頼む。行くよ、じゃ一緒に。せい、行きます。せい、行きます。それそれそれ、急ぐ。光が満ち溢れて、この調子で頑張ろう。肩慣らしにもならねえな。えい、おりゃ、行きます。行くよ。せい、行きます。えい、ライザ、一緒に。頼んだ。行きます、行くよ。おりゃ、力強く一気に連射。せい、ほらよ。じゃあ、それ行くよ。この調子で頑張ろう。おう、どこに行く？よし。3階で何かあったのか？全ての面で我々の有利になるよう動いたはずだが。損壊自体は上々の結果だったさ。だが私に力がないのがいけないのかな。もっと錬金術師として周りに頼られる立場だったら、ボスも上から押さえつけようなんて思わなかったかも。うん、ならそうなれるよう努力することだな。これをやろう。前に渡したものよりさらに難しい調合が記されている。そうすりゃ文句を言う奴の正面に立てる程度には評判も信頼も得られるだろうよ。アンペルさん、ありがとう。頑張るよ。
何作っちゃおうかな。になっちまった。な、何いきなり。今度はタコの魔物でも上がってきたの？そういうのじゃなくて、今島中が大騒ぎになってるの。ボスがいなくなっちゃったんだよ。何？どういうこと？知らねえよ。ランバーを連れてどこかに行っちまったらしい。お父さんから聞いた話だと、書き置きを残してるから自分の意思でどこかに行ったみたいだって。書き置き？内容はわかるか？はい、確か自分の力でブルネン家の男にふさわしい働きをだとか。あのバカ、そんな無茶して何になるのよ。どうせ大した当てもないくせに。しょうがねえ、俺たちも探すぞ。わかってる。あのボスを探してやるというのか？ひどい目に遭わされた当のお前たちが。そういうものなんだよ。腐れ縁ってやつかな。やっぱりみんなボス君のこと友。ああ聞きたくない。とにかく探す。探して言い聞かせてやる。島からいなくなったんなら対岸のこっち側に来てるはずだ。岸辺を片っ端から当たってみようぜ。ま、こういう時くらいは協力してやるか。ブルネン家に恩も売れるだろう。アンペル、そういうひねた物言いは時と場合を考えろ。少年少女に軽蔑されるぞ。すまん。捜索なら私とリラも加わろう。私は腕の怪我で戦えないが。問題ない、その分は私が引き受ける。じゃあ行くよ。みんな船着き場の方に出てみよう。古式秘具ってどういうものなの？ん？
そうだな、一度おさらいしておくか。古式秘具ってのは、遥か昔に作られた凄まじい力を秘めた道具のことだ。流星の古城で見つけた動力炉とか、あと最初にアンペルさんからもらった道具もそうだよね。ああ、古式秘具はその原理から調合の方法に至るまで遥か昔に失われてしまっている。高度な古式秘具は遺跡探索に一生を捧げても一つ発見できるかどうかってほど稀な代物だ。へえ、僕らって運がいい方なのかな。アンペルさん、古式秘具って錬金術で生み出されたものではあるんでしょ？ってことは、頑張って調合を続けてたら、そのうち私も作れちゃったりするのかな？今の時代に作ったら古式じゃないだろう。あ、そっか。じゃあ、新式秘具？簡単に言い換えるな、超がつく高度な技術で作られた器物だぞ。私もお前もその域には未だ遠く及ばん。そっか、ちょっと残念。残念？なんだ、もう諦めたのか？え？でも今アンペルさんが遠く及ばんとは言ったが、不可能とは言っていない。私は目指し続けるつもりだが。ライザ、お前は？うん、もちろん私だって目指し続けるよ。どこに入れようかな。そう、いいか、そう、いい感じか、いいもの、でき、いいもの、できそうな予感。そう、いいか、そう、どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。悪くないんじゃないかな。少しは成長できたみたい。いいもの、できそう。いいか、いいもの、できそう。いいもの、できそうな予感。そう、いいか、いいもの、どれにしようかな。これでいいかな。うまくいくかな。じゃーん、こんな感じかな。
こにしよう。さあ何を入れよう。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。いいものできそうな予感。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。新しいものができちゃいそう。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。ちゃんと考えないとね。いいもの、できそうな予感。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。何をしようか悩んじゃう。さあ何を入れよう。いいもの、できそうな予感。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。ちゃんと。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。わっ、何かが変わりそう。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。次はどうしよっかな。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。おお、いい感じかも。何を入れるのがいいかな。おお、いい感じかも。さあ何を入れよう。おお、いい。どれがいいかな。これでいいかな。うまくいくかな。できた、バッチリ。どこに行くんだ。
よ。どこに行こうかな。よし。私とリラは周りを見てくる。お前たちはここに痕跡がないか探してくれ。少しいいかな、アイザ。ボスのことでしょ。もう話さなきゃダメかな。レント、タオ。ああ、クラウディアももう話せるくらいには付き合いも深くなったと思うよ。うん、前もって断っとくけど、つまんない話だよ。お願い。子供の頃はボスとも仲が良かったんだ。親の家とか気にせず一緒に抜け出して遊んでてさ。10年くらい前かな、4人で南の水没区画を探検してた時、私が足を滑らせて湖に落ちて。あの辺りは妙に深いところがあって、一度足を取られるともがいてももがいても吸い込まれていっちゃうようで、伸ばした手がかろうじてレントに引っかかって、3人まとめて波に飲まれないよう必死に踏ん張って。3人、いつの間にかボスだけいなくなってたんだ。僕らは見捨てられたみたいに思えて寂しくて。冷たい波でしがみついてた手がしびれてきてよ。もうダメだ、みんな引きずり込まれるってとこで、ボスの呼んできたアガーテ姉さんが俺たち全員まとめて引っ張り上げてくれたんだ。俺たちみんなそこに引きずり込まれる寂しさと怖さで怯えきっちまってて、つい叫んでたんだ。なんで一人だけ逃げたんだってさ。ボスの正しさは頭では分かってたんだよ。なのに行っちまった。ボスのやつも大人を探しに行ったんだって怒り返してよ。うん、覚えてる。本当に大事な時は逃げたりしない。俺はブルネン家の男なんだって。それで喧嘩になったの？いや、ならなかった。なんとなく別れて、本当になんとなくそれっきり付き合わなくなった。お互い気まずくなって、交わす言葉もトゲトゲしくなって、いつの間にか今みたいにいがみ合ってた。多分ボスはあの時からずっと私たちに見せつけたがってたんだと思う。見せつけるって何を？かっこいいところ、強いところ、すごいところ、そんないろいろ。なるほど。それでお前たちに追い越されることに焦って今度みたいに全部取り上げようとしたわけか。アンペルさん、新しい足跡を見つけた。2人分だ。向こうの方に歩いていったようだ。向こうってと水没行動か。この景色見てるとなんかお腹空いてきちゃうな。お弁当持ってくればよかった。あのバカ、行き止まりの水没行動にまんまと入ってやがる。ここならすぐ引き返してくるね。ここで待ち伏せして待ってようか。2人が戻ってきたら大冒険のご感想はって聞いてやろう。みんな嬉しそう。嬉しくない。安心するのはまだ早いぞ。
一応ここにも魔物は出るんだからな。そうだ、先行する二人は我々とは違う。何か来る。聞こえる、足音かな。ランバ、なんでそんなに慌てて。なんで一人なんだ、ボスは。助けて、ボスさんが、ボスさんが。ボスがどうした。この先の遺跡まで魔物を追いかけてたら逆に襲われて離れ離れに。遺跡、ここにそんなものがあるわけ。それより魔物ってどんなやつだったの。初めて見る、でっかい獣というか虫みたいな、不気味に赤く光ってて。イルフサだ、なんでこんなところに。くそ。待てレント、冷静になれ。後先考えずに飛び出すな。くそ。坊主、ここから村まで帰れるな。アガーテ女子に危険だから後を追うなと伝えろ。返事。はい、よし行け。遺跡ってどういうことだろう。言ってみればわかる。私たちが調べた時は何もなかったはずだが。よし急ごう。ここ潮の満ち引きがあるはずなんだよね。いつ沈むかわからないよ。毒があるから気をつけろ。間違っても口に入れるな。やあ、宝石か。私はあまりいい思い出がない。なんだよこれ。以前はここ水に浸かって塞がってたよね。潮の干満程度でここまで水位が変わるなど考えにくいが。理由は何にせよ、とんだ見落としだ。ビルフサは水を苦手とするって特徴に足を取られたな。あの石膏はここを通ってきたのかな。何でもいい、とにかくこの先だ。私たちもここからは初めてだし気をつけないと。クラディア、後ろも見張っててね。こうしてみんなと外に出るの楽しいわ。